新 AI 対戦会カルドセプトサーガ第26マップ目はララサティです。今回も予選2組に分かれて対戦を行います。予選 A 組のメンバーはオモン、フェリシティ、ドラタカの3名です。それではスタート。さあ、最近あったただだだ広いマップというよりは分かりやすいマップ、内側に円があって外側にも円がある。いや、背景のグラフィックは美しいですよね。サーガ素晴らしい。死を思わせるような土地、背景、マップでありますね。ホールがいきなり変わった感じ。パーミッションが欲しいけど出なかった感じか。フェアリーライト最初から出るのは素晴らしいね。結構一周が、外側に砦が4つあって、結構一周が長くなりそうなので、フェアリーライトは良いでしょう。で、まず火を取りに行った。悪くない。ちゃんと火を取りに行ってくるんだね。みんな右下に歩き始めるかと思ったら、パラメータ設定の問題でしょうか。これガンガン土地が置けそうだね。緑が多いイメージだが。Drain magic。吸えないドレマ。クリーチャーが出ない感じか、このは。内側から外に出るのは強制転送園、ね、そこに出て外側のなんかまずヒゲのような部分が、ね、転送園になってるの、なかなか珍しいパターンですよね。だからいつでも自由に転送園には飛べるみたいな感じですね。クリーチャーの ST マイナス。早速火を2個置いたところなんだが、両方とも ST が下がってしまった。さあ、クリーチャー出ない。もう足でひたすら走る感じか。しかないよね。そうだね。4つ回らないといけないからね。やりライト金が入ってて結構儲かってるね。しかも台数が。なんか良い。土地置きまくれるね。グラニット置けたら最高だが、まあ置かないだろうな。でかいやつから置くもんね。なぜマットマン置かずにミッチー置くんだ。毎回意味がわからん。いつもマットマン置くのにね、火にマットマン置くイメージ。いやーすごい。足スペルいっぱい入ってて、ガンガン回って勝負したいという感じに見えますね。クリーチャーが出ないとどうしようもない。いきなりレベル上げるまではあり得るぞ、これ。ないか。さすがに、まだ上げられないか。火に火を置くか。ゲットしておき、当たりを置きたいが、アマドラ置いた。あ、グラニットを、やっぱり捨ててしまった。グラニットはかなり、キーカードになるんですけどね。そう、これドレインマジックを防げるからね。まあ、ドラタカに行くんだったら問題ないが、ランドドレインとか、フェリシティにとってはきついんだよね。血が早いぞ。フェイスト使ってるから。さらにリコールで帰るつもりだから、かなり周回が節約できそうな感じ。こっちもガンガン置くね。ドラタカとフェリシティはガンガン土地を置いていい感じ。パターンも強そうだが、ダムガード置いた。さあ、一個も置けないオンがちょっと土地的には辛いか。で、パーミン使ってしまうのか。これでもう、N 通れば4つ目なのに、ちょっともったいないな。まあいいか、次リコール使えばいいから問題ないということか。足が、素で足が速いのは嬉しいね。まだ、いや、ガンガン置けてるね。ガンガン置けてるのは素晴らしい。
足が意外と速い。最大ダイスいくつまでなんだろうね。結構副属性の土地があるから割とガンガン土地を置ける感じだね。色違いでもこれリコール使うでしょ。リコールセフト、いらないセフト帰ってまたパーミッション打ってリコールで連続で回ろうとしている。だけ稼いでもクリーチャーがないからレベルを上げるところがない。そしてご褒美買いに行けないんじゃないかなという気がする。さすがにクリーチャーもう出すぎて耐えた。こっちはいくらでもクリーチャー出てくるよと。足速いね。水に置けるのもまた嬉しい。あ、違う、もう4つ回ったのか。周回する。マグマアバターを置いた。これ結構強いんじゃないか。治療値の非地の数かける15だった。それゆか先のフリーコールは捨ててしまった。大して奪えなかった。で、パーミッション使いたいところだろうが、簡単に戻ってこれるからパーミッションが役に立つんだよね。4つの4箇所に転送園があるから簡単に真ん中に戻ってくれる、来れるっていう意味ではパーミッションはやっぱ使えるカードではあるか。あ、まだ一周もしていない。あ、いいクリーチャーが出たんでガンガン置きまくってるね。どこをレベル上げるかでしょう。さあゴグマ置けるか。ゴグマ置けると最高だが風がないかな。まだ風がないかな。ゴグマ置けない、もったいない。パーミンまた撃つぞ。撃たない。撃たない。撃たないの意外だね、これ。パーミン撃ってもう周回しちゃうかなと思ったんだけど。さあ、これで帰って周回かな、どれだかも。そうだね。これ、転送へどこに行くんだ。あ、ここか。一緒なんだね。帰ってくる場所は一緒。右と下は真ん中の右に行くと。さあ、先にご褒美。風を20買った。風持ってないのに。さあ、ヘイスト。アーミー使わない。使ってくれそうなものだが、金がないのかな。これはレベル上げてからしか使わないイメージ。さあ、いや、欲しくないから置かないんじゃないかな。どうだろう。めっちゃ金稼いでるな。フェアリーライトのおかげですげえ金入ってるでしょ。もう終わりそうなぐらい金が入ってる。さあ風の土地が欲しいが、これで演奏園抜けちゃって。さあどうする。そっち行く。マミー置く。ブランチアーミー強そうだね。オフを買うという戦略か。マナを先に使った。さあ座れなければいいが、どれもが来る前に5符を変えればいいんだが、なかなか5符を買うところに行かない。パーミー打たないからね、戻らないね。パーミー2個あるのに打ってくれればいいのに打ってくれない。いや、いいダイスが出た。ああ、だけど置かない。さあスペクター、攻めそうだな、スペクターは。ダイスがでかい。さあ、攻めないで。レベル上げる。そのまま上げる。まあ、先生だから強そうではあるよね。ヘイスト、どっちか使うでしょう。ヘイスト使って、回る。マーミー打ってくれないと、マーミーがちょっと無駄になっている感じがしますが、2枚あるのが捨てなければいいけどという感じですね。打ってくれるかな。さっきもこの辺で打ったんだよね。さあ、フェイム。まだレベルが上がってないんで、フェイムを使いどころではない。さあ、5分を買わない。で、レベル上げてフェームだね。これ4までいく。いやー、強い。連鎖もしてるのか。いやー、強いな。エルティック、面白いやつが出た。が、捨てるのはリリースか。いやー、足が速い。もう帰るのか？もう帰るのか？まだ全部回ってないんじゃない？あ、風が欲しかったのか。なるほど。これでゴグマが置けるようになるっていう意味で、風を取りに行った。周回はしてないけど、風を取りに行った。アイアンアイドル。珍しいものが入ってる。マナ。ヒストとアイアンアイドルはちょっと相性が悪そうな気がするが。
for the next fort. さあ、置けるんじゃないか。アイアンアイドル。置いた。アイアンアイドル置くと、サイコロのダイスが4から6になる。Discard a card. あ、そうか。なるほど。相手の足を止めるっていう意味があるのかな、もしかすると。しかというとね、1から10ぐらいまで出るダイス目を、敵のダイス目を4から6に減らして、相手を周回させないっていう意味があるアイアンアイドルなのかもしれない。自分が回るというよりも。ミスるとは確かなかったからね。ちなみに置くんか。この頃じゃない、サーガにはミスるとかなかった気がするから。出したんじゃない、早いね。これリコールで帰る可能性がある。リコールで帰っちゃうと、でも逆に呉服が買えない。しかももう 城すぐそこなのにリコールを使うっていうもったいなさもあるね。いやー、コメット富士が強い。これなんだよね、レベル上げてからランプロって使ってくれるんだよね。また往復。あ、金がない。しかし金がないんで落ちる可能性はあるぞ。ブランチアーミーだったら落ちたかもしれないのに。さあ、周回はせず、もう一回外に。あ、内側から回るっていう手もあるのか。え？そう、今、確かドラタカ金がないから、これで奪えるんじゃないかな。この曲は聞いたことがある気がするな。落ちるでしょ、なぜ落とさない。落ちるだろうに、落としに行かないのか。せっかくドラタカ金がなかったのに、今なら落とせたのに。アベンジャーはやっぱ強いよな。すで今60-60。いい曲だね、バトル。いい曲だね、すごい。ヘイストで回りたいが、なぜかリコールを使ってしまう。しかもファーミを捨ててしまう。もったいない。3歩先がゴールなのに。そっちへ行ってしまうと、おそらく呉服を買いに行ってくれないんだよね、そっち行くと。金だけが貯まるという状況だね。しない。アイテム重要と見た。さあ、ヴァンパイア置けるが、ゴグマが置きたいね、どっちかというと。またやっつけいくか。やっつけいかない。金がない。27G しかなかった。チェンジリング。邪魔しそう。パーム打った。さあ、パーム打ってどう回るかだね、これ。さっきリコールしなければよかったんだけどね。Warp to an unknown land. 見に行くか、そうすると。そっち行く。オーロラも打ちたいところなんだが、呉服を買ってないからね。呉服をガンガン買いたいんだけど、リコール打ってると呉服はなかなか買えないイメージ。うわー、フェーム強い。レベル4フェーム。200G 得た。強いな、一気に1位。これ周回はまだか。あ、バーナックルも強いね。Discard a card. リアルついちゃうか。2位はフェリシティか。土地が1個もないからね、思う。土地の価値がないから。それで。もうゴールか。そうか。2つ回って、内側に戻って、また2つ回って内側に戻るっていう作戦。おお、アイボリー。ちょっと出るのが遅かったかなという気はする。しかも、置ける。アイボリーは、クリーチャーと、あ、全部か。全部わあ、出たね。R カードは2倍になるね。R が2倍。S、ストレンジカードが 1.5 倍。っていう感じか。アイボリー。きついな。今、クリピーを 140G 使って出したね。しかしもう、だいぶ中盤以降なんでね。序盤のバラマキのところに出せれば苦労させられたんだろうけど、ちょっと時が遅かったかなという気はしないでもない。おっ、いいか。ボムでも高いぞ。痛いところだが、置いた。さあ、これゴグマが 200G で置いたが、
ゴグマレベル3連打が出れば、アイボリ今更出てもという感じがする。パーミッション使ってるんで、下に戻れる。ようやくこれ、白を逆回りするから、左上のゴフが買いに行けそうだね、聖堂に行って。だからもうこれで周回か。早いな。いけるぞ。ここも買えるし、買いたい。危ないね、これ。ダイス。ダイスがアイアンイドルで4から6になってたね。3分の1の確率で576を踏んでたね、今。ちょっとアイアンアイドル怖いな。確率が3分の1になるから。ちょっと使えば、ちょっと使えば踏まなそうだよね。失敗して、足早いから。これで576を踏む可能性はなくなった。もう一回破りを。で、これで5分を買ってようやくっていう感じが勝負。じゃあ金が貯まってる。もう2850まで来た。でも意外と2850で3人とも勝負にはなっているね。あとはドレマとルルソレイユ次第というところでしょうか。さあどっちもどっちもどうする。また上げるかな、これ。ない。さっきこのそいつを上げたんだよ。リンカネ打ちそう。チェンジリング、チェンジリングちょっと高いんじゃないの。 200G 使って200G 使ってチェンジリング。しかし、キーカードを消すという意味では。さあ、ようやく5分を買いに。チーを買って50買った。面白くなってまいりました。で、オーロラを連打してみたいな感じか。ということができればいいが。もう音楽が変わった。かっこいい。後半の音楽、ララサティ後半の音楽と、バトルの BGM が非常にかっこいいね。さあ、これは殴るんじゃないかな。殴れない。アイボリーバーになってはいるが、倒しに行こうとして倒せないパターンだ、また。削るだけっていう感じだね。ヘルティックがあるから、もしかすると倒せるのかもしれない。ああ、でも捨てたかな、ヘルティックは。まだも強いでしょう。もう強いね。倒すほどではない。カルドラブレードとかでも落ちないか。削るだけ。これ20になりましたと。使うか。使わない。インカネーション。ああ、頭いいね。足を引いてきたよね。そう。みんなが4から6で待ってる中、自分はオーリーワード8とヘイストで回りたい。さあ、マナも使う。うまいね。リンカネーションマナ。周回もパーミで早いから、めっちゃ稼いでる。結構追いつくか、これ。もうまだ3位。これレベルを上げない。うわー、これだ、きついのは。どれも、しかし先にギフトを使ってくれたおかげで、ちょっと助かったが、ほぼ、オモンが、手持ち魔力だけなんで、多分次のターン座れるでしょう、これ。いや、きついね。さあ、レベル上げるか。出ない。レシティはお金がそんなにないんで、どれまで座れる心配はない。300。手持ち魔力300で、土地に全部、土地と5歩に投資してるから、問題なし。ほんと、まあ、置くんじゃない。あ、置けないか。また攻めるか。攻めない。お金をどこかに費やしてしまいたいが、あ、先にドレマか。ドレマされた後にドレマの方が良かった気がするが、こっちも413奪ったんだけど、それ以上に倍返しくるぞ、これ。レベル上げるところがないからね。倍返しが来るぞ。恐ろしい倍返しが来る。嫌だ、嫌だ。絶対使われる。あー、まずヘイストから使ってくれた。ちょっと、息が長らえている。他に有効なスペルがあると、そっちを先に使うような傾向があるんですよね。どっちかというと、
もちろんドレマの方が有効なんだが、さあその間に5符を買ったりしたいところだができない。使いたいんだがなかなかゴグマの機会がない。これ来た。結構トリデントもらうとゴグマを使ってくれる可能性があるんだよね。来たー、ゴグマ。地形変化かい、おいおい、地形変化よりもだな、先にしたいことがあるだろう。でも内側に連鎖になって、あ、外側の風を買ってるのか。ホーリーワードエイト使う。あー、マナ使った。これだと座れるだけ。すごいぞ、 2000G ぐらい持ってるから多分 600G ぐらい奪われるんじゃないかな。まずいね、まずいね。かといって何ができるわけでもない。オフだけ買いたいんだけど、あ、来るぞ。どれも来ない、来ない。なぜだなぜだ、まだ貯めるんか。まだお前どうせ手持ち回りか、まだまだ増やすだろうみたいな。うわー、緑の5符を得る、強い。内エリアの緑5符を得た。1935、もう全員2000台でいい勝負はしているんだが、セルティックがね、面白い活躍をしてくれるように、ちょっと削ったところを叩くことができるからね。セルティック置いてほしいな。ゲットシーカー。さあ、5符を買いたい。5符を買いたいが、まずパーミーかなんかすれば。パーミーで上に回って、パーミー打ってくれない。エイストも打ってくれ。エイストじゃない。ホリワードエイトも打ってくれない。どういうことだ。来るぞ。さすがにどれも来るぞ。使う。あ、フェアリーライトが先か。どれも先だ。さてと、オモンの610数でしょう。580。いやー、これで一気に3400までいった。いやー、きつい。逆にもう一回、今ブック一周したから、もう一回ドレマが引ければ、ドレマがルースレイブ引ければって感じ。無理やり倒すんか、マミーを。マミー倒されて嬉しいのはフェリシティじゃないか。使いそう。うわぁ、ここまでやってくれるんだったら別にいいよっていう感じだね、これ。マミーの、死んだ時魔力が入るからね。問題ない地方という感じ。さあ、どれまで、どれだかが1本前に出て 3500G まで来た。で、2人があと 2000G という感じ。さあ、今度ゴグマ使うか。さあ、今度こそ使ってくれ。あー、使わない。使わない。ゴグマ、地形変化というのはちょっと悲しかったよね。さあ、ヘイスト。さあ、どれまを引きたい。本物としてはドレマを引きたい。で、パーミを打ってほしいんだよ。打ってくれない。死が早いのはいいんだが、レベル上げるところがない。あ、エレベート強い。使わない。踏まない。さあ、クリーチャー引く。ゴーバック、まだまだ。さあ、レベル上げない。めっちゃ金あるから上げてもいいかなと思ったんだけど。さあ、タレを捨てる。セージを捨てて。まだまだフェリッシュも土地めっちゃ置いてるから可能性はあるんだが、また内側から行った。あ、もう周回か。早いな。いやー、結構な。さあ、ヴァンパイアでこれ落とせたらでかいが、落とせたらでかいがどうだ。これ1位だから50しかなければ落とせそうだが。お、これはでかいね。おー、ぴったり落ちた。あ、いや、強いからね。しかもここ、色が合ってる緑の土地。で、先制で、叩くと吸収、吸血して、自分の HP にするという、かなり強い。こいつがレベル上げられれば、しかも白回りだし、踏ませることができて、割とチャンスがある。オーロラあるんだが、アーミーも使ってくれない。聞こえた、違う、行った。の周回か。早いね。次また5符を変えて、5符を買ってオーロラしたら最高だが、さらにアイボリも置いた。さあ、ドレマが出る前に、うわー、ルーソレイユ来ちゃった。先にでもエレベート。さあ、ルーソレイユ来る前に、まずいぞ。でもあそこの、あれ、踏みそうだな。
1,2,3,4,5 が出ると、5が出ると576踏んでしまう。出そう出そう、おわ耐えた。Make an offering to your God. 他を、なんていうか、外エリアの持っていない。ゴグマ来た。ゴグマ領地能力来たー。来ました。ついにレベル3にする。強い。地を持ってるのはしかしドラタカだった。一番来たー、ドレマ。先にドレマでドラタカから吸う。フェリシティの方が多いのか。ドラタカの方がめっちゃ持ってるような気がしたけど。ドロタカの方が持ってるでしょうかね。あーっと踏んでしまってない。危ない。踏みそうだった。しかも今、ルーソレイユが見えてたから、これ買って、ドロタカの方が1300持ってるのになぜドロタカから吸わずフェリシティから吸ったんだ、ドレマ。意味不明。さあ、どっちだどっちだどっちだ二人同じとこにいるから。フェリシティから吸った。ということは、オモン助かった。オモン助かった。チャンス。吸われる。吸われるオモンがつらい。2人から吸われてしまった。大して金ないのに対象になってしまったのが悲しい。うわ、アマゾン結構吸うぞ。これ生き残れるかどうかだな。このプレート使いそう。うわー、全力。しかし金がかかる。いいカードなんて2倍。さすがに守りきれない。気合出なかった。10から70なのに最低の ST10 が出た。そんなに欲しい土地だったわけでもないのに攻めて落とした。城回り邪魔だってことかな。さあ、ルーソレイユ避けた。ルーソレイユ避けた。フェリシティ2回吸われたのにまだ2900もある。周回とゴグマを使えばチャンスはありそうな感じではある。この数が尋常じゃないからね。あ、でもこのアイボリーが効いててそんなに伸ばせない。さあ、お、いいね。パーミーから回って回りたいところなんだけど、でもみたいな感じだね。これ転送園の方行っちゃうんだよね。ここにすぐそこに城があるんだけど転送園行っちゃう。さあ、どっちから回る。どっちから回った。アンプロ強い。この前にフェアリーライト、いやー最高だね。城回った瞬間にフェアリーライト。じゃあ、あと1周周回すればドラデカゴールしそう。4200まで来てる。で、5分も買う。買わない。フェリシティ。レイシーいいんだけどね。吸われたのにまだ3000あるところがすごい。あ、レイシー置いてくれる。確か外の風の土地を持ってるはずだから、これはなかなか土地の5分を持ってるんだ。100も持ってるんだよね。Holy Word 8。パーミーは打ってないか。パーミーは打ってないか。でも8、8、8で連続で回れば、結構周回できそうな気はする。4200まで来た。ちょっと落とすのは無理なんで、どれまで吸うかルーソレイユで吸うかしないといけない感じ。あとはそうだね、そこの城回りを踏ませるかどうかという感じだね。1300まで来た。シェイドアイドルでこれでレベルダウンを防ぐことはできる。さすがに無理か。8、8、8か、ヘイスト、ヘイストで回りまくるか。オーロラがもしかすると逆転の機会になるかもしれない。もうちょっと5分は変えればいいんだけど、今60ぐらいかな。上に行った。え、パーム打ってたっけ。パーム打ってたか。ボーナスもあって結構入ってるぞ。3100まで来た。さあ、追いつくとこまで行くか。うん、いやー、土地がガンガン取れて、これで連鎖がでかいから1500まで来た。もうゴールしそうな勢い。ジェイドを捨てた。
バットフォークで金稼ぐこともできる。さあこれでホーリーワード8で5符を買って、あ、オーロラから来た。5符を買ってからオーロラの方が良かったかと思うんだけど、上がった。これで、ドラタカだけ5符を持ってないんで、めちゃくちゃ上がる。めちゃくちゃ上がる。上がる。どうだ。そして200増えて。ああ、そんなでもないね。ちょっと上がったぐらいか。さらに買う。めちゃくちゃ買っている。めちゃくちゃ買っている。さあ、これで5分ボーナスがあれば、さあ、追いつくか。いやー、エレベート強い。これで5000いきそう。回ったら？いやー、結構いってるぞ、これ。4000？600万いきた。エレベート使うとなんか5000いってゴールしそう。さあ、間に合うのか。5分戦略が。あと、ドレマかルーソレイユしかないと思うんだが、勝つには。さあ、いいとこ置けた。またスパトフォーク置けた。いやー、どっちの数もいいんだが、3000。追いついた。うわー、110増えた。おぉ。8でもある、とりあえず。ガンガン回るしかないが、まだ砦は1個も通ってない。パーミューも撃ってないから、結構周回は遠い。周回は遠いが、回りまくってればなんとかなるか。これでリンカネーションする。うまい。これでリコールとかパーミューとか引いてくれば、あとはルーソレイユとか、なんか引いてくれば可能性ある。さあ、エレベート使われると終わりそうな感じがしたが、その前にこれで終わるか。これでレベル上げると終わってしまう。5センチいってしまうぞ。きたー。レベル上げた。レベル上げた。さあ、画面を4に上げた。これで5000超えたでしょう。さあ、あと、目標まであと4歩ぐらい。ゴールしてしまう。さあ、ルーソレイユかなんか止められるのはリンカネーションで引いてるか。すげえ、ここの地属性の土地がめっちゃ入ってるから、いけるんだけどね。オモンがガンガン増えてる。さあどうだ、ドレマかルーソレイユ。来た来た。さあどうだ。さあドラタカに当たれば、ドラタカに当たれば可能性はある。当たんねえ。全部ベリシティに当たる。2分の1の確率。ドラタカに当たれば止められたんだが、これで止めることできず、ダイスが12345以上で終わりか。あー、こっちもでもドレマがあるから強い。結局吸っても吸い返された。無理だー、これは。306、吸われて。6以上で勝ち。5か。1、2、3、4、5、勝ちだねー。圧倒的な魔力。すげえ早かったな、5000人。はい。圧倒的な魔力ためで、どなたかの勝ちでしたね。これさ、ゴールした瞬間に、この鼻の色が変わった？もしかすると、さっき、ずっと鼻の色白かピンクだったのに、赤に変わった気がする。背景の鼻の色がね。気のせいかな？圧倒的ルーソレイユドレマゲーでした。ついたんだけどね。してあそこで、25ラウンドぐらいでやや近づくとこまで行ったんだがという感じですね。ほら、ちょっとアイボリーが遅かったのが良くなかったかなという感じですね。分析してみましょう。わ、すごい。オモン5分2000まで来たんだ。もうちょっとうまく回ればオーロラで行けたかもしれない。すごいね、5分2000は。これをダッシュゼロ G。だから地方外276、地味にもらってたんでね。はい。まあ支払いダッシュはほぼなかったと見ていいでしょう。さあ戦闘が、ロテカは3分の3。うち3分の1と。はい。で、周回は6回回ったんだけどね。4。そうだ、パーミンでちょっと早かったんだけど、追いつかなかったという感じですね。はい。A 組優勝はドラタカでした。次回 B 組お楽しみに。